住宅地が広がる学研都市木津川市。でも周辺にはまだまだたくさんの農地が。特に有名なものの一つがナス。今も高品質なブランドナスが生産されています。長年の勤め先を6年前に辞めてナス農家に転身した奥谷さんも畑で収穫に追われる毎日です。こんにちは。こんにちは。どうも。たくさん実がなってますね。そうですね、はい。こちらで作られているのは京山市のナスですよね。そうです、そうです、はい。昔のナス実の形っていうか丸いんですよ。今ちょっと長いでしょ。電球のような独特の形の京山市のナス。昭和初期までは京都で生産されるナスの 6、7 割を占めていましたが、皮が薄く長距離輸送に向かないため生産が減少。一時は栽培が途絶えてしまいました。でも味の美味しさから再び復活。今では京のブランド産品の一つとして生産に力が入れられています。一つ収穫させていただくことに。あ、結構これ小ぶりなんですけどずっしりと感じます。いいナスを収穫するために何より大切なのが剪定作業。日当たり良くするためにあの葉っぱをね、はい、適当に適切に取ってやらなあかんのです。バーッと茂らして、うん、一度にあの葉を取ったりしたらちょっとストレスかかって変形したり。京山シナナスはストレスに弱く、ちょっと強めに剪定すると実の形が歪んでしまうのだとか。肥料や水が不足しても歪んだり曲がったり。風が吹くと葉っぱが実に当たって傷がついてしまうため、畑の周りを防風ネットで囲みます。まさに箱入りならぬ囲い入りナス。雨の日も風の日も必ず畑に来るという奥谷さん。なぜまたナス農家に？ナス実農家を養成する塾なんですね。JA さんがやらはったんですけどね。それたまたま入塾することができたんで、それがきっかけで。田辺や木津川といったナスの産地では農家が部会を作って後進を育成するための塾や研修会を開催。奥谷さんもその面白さに目覚めたのだとか。畑から帰ってきましたが、たくさんナスがありますけど。ここではね、大きさによって選別してます。 M、L、2L なんですけどね。形、大きさ、そして傷があるかないか。傷とか艶とか。あ、艶も見るんですか、はいはい。これが最高級の京山シナナス。ブランドの名に恥じない見事な艶と形です。市場ではこの姿形をそのまま生かす丸漬けの原料として引っ張りだこ。すでにブランド品として高い評価を受ける京山シナナスですが、奥谷さんはさらなる高みを目指して日夜栽培法の研究に取り組んでいます。形の良い綺麗な山シナナスを、作ることが目標なんです。収品率を上げて僕が思っている山シナナスの形に近づけるように、はい、頑張りたいというふうに思っています。これからも期待していますので頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではこちらの京山シナナス持って帰ります。